共産党の小池晃初期局長は22日の記者会見で、立憲民主党の泉健太代表が次期衆院選での両党の選挙協力を否定したことを受け、全国の小選挙区で積極的に候補者を擁立する方針を示した。泉氏の態度が変わらないのであれば、我々としては独自に対応していかざるを得ない。積極的な擁立を進めていく。 全国に指示を出す、と述べた。小池氏は、立民などを含めた共闘の話し合いは門戸を閉ざさず求めていくが、それを待っていると遅れてしまう、と指摘。前回は105,000局で建てたが、それよりはかなり大幅に立てるつもりで臨む、と表明した。立民を牽制、牽制、する狙いもありそうだ。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。 泉さんは野党第1党として政権交代を目指すとたびたび口にされている本当にそうお考えなら共産党と選挙協力なんてありえない話でしょう以前もコメントに書いたがこの際共産党と組むべき論を展開する立民党内の極左活動家とはたもとを分かってはどうか 自民党党のの対立軸とととなるるためには、もっと現実路線の中道左派政党へと生ままれ変わる必要がありますよ。共産党が立候補者を減らしたのは供託金没収の額が億単位になり候補者が多ければ多いほど増える可能性がある政党助成金を受け取らない共産党には資金繰りが厳しくなる赤旗新聞の販売部数は減っているだろう。 ちなみに共産党が受け取らないお金は各党で山分けしている最初は甘い言葉で懐柔しようとして相手が従わなければ恫喝する共産党という集団の本質をよく表してますね政権を取れば歴史上の共産党政権の例に漏れず強権的な政治をやってくれるでしょう泉さんは百合子の党にすり寄った方です しかし立憲民主党は小物ばかりで衆議院議員総選挙で代表が変わります共産党は日本共産党中華人民共和国北朝鮮と一度権力を手中に収めると決して手放しません同志がいる太郎の党あたりと手を組み立憲民主党がレフトターンするのをお楽しみに本当に政権を取るつもりなら 自分の党が一番良いと思ってるなら、どの党できるだけ候補者を立てるべき。選挙協力って有権者の選択肢を勝手に減らしてるだけ自民党を利するだけとか言うけど、この前の千葉国だってあれだけ乱立してかなり僅差だし、それぞれの候補者次第だろう。野党たちがいさかいを起こしてどうするんだ、どんどん自民党の背中が遠くなるってわからないのか 立憲民主も、も、も共産党どどちらもどちららです政策合わせのむ党が野党で出ない限り自民党を倒すことなんて夢のまた夢政党助成金だけもらえればよしじゃないぞ岸田という人は能力は低く国民を全く見ないが運だけはあると思う G7 で支持率上がることは間違いなく紺野党間でのいさかいは無駄 少しは勉強しろよ。俺は野党を応援しているんやから、目をつぶれるところは目をつぶって、まずは野党連合が必要だろ。共産党さんがとうとう開き直りましたね。しかしこの泉氏の態度変わらないなら、という言い方がいかにも共産党という気がします。何か同う喝しているようで、以前に除名された2人にこのようなことを言ったものと容易に想像できます。 まあ本当は怖い日本共産党がよくわかるものと思います。